ドリグナトゥスは1億8000万年前のジュラ紀前期に当時浅い海に覆われていたヨーロッパ大陸に生息していた翼竜の一族。翼海鳥は約1.5メートルと短く、飛翔筋が付着する胸骨は比較的小さな三角形だった。頭骨は長く、眼下は頭骨で最大の開口部である。顎を閉じた時に食い違うようになっている大型で湾曲した葉は、 顎の前の方で顕著であり、顎の後方では、歯はより小さくまっすぐである。数種の異なった歯を持つ、異子性と呼ばれる状態は、原生の爬虫類では稀であるが、規定的抑流においてはよくあることである。ドリグナトゥスにおける異子性の熾烈は、植生が魚食性であるとすれば矛盾がない。孔子の第五子は、非常に長く、速報に伸びている。 その第五子の機能は、はっきりわかっていないが、前肢の翼指や、翼子骨のように翼膜を支持していた可能性がある。デイビッド・アンウィンによればドリグナトゥスは、ジュラ機構機の翼竜、ランフォリンクスと、類縁があり、ホルツマーデンやオームデンにおいて、カンピログナトイデスと共存していた。ドリグナトゥスの飛行状態の 3D 骨格復元。ロッキーマウンテンダイナソーリソースセンター。 ウッドランドパーク、コロラドドリグナトゥスは、一般的に、短い頸部、長いよ、短い中手骨など、規定的すなわち、飛憶指流は木翼流の体勢を持っていた。しかしドリグナトゥスの頸部と中手骨は、規定的翼流にしては長い。頭蓋骨は長くて、先細りになっている。発見された中で最大の頭蓋骨は、ベルンハルトハウフが、成形処理をした後に、 ベルリンのフンボルト博物館が購入した標本番号 MBR1920.16 で長さはおよそ16センチメートルである。この図蓋骨では眼下が最大の開口部となっており、裂け目状の尾行と明確に分けられた全眼下窓よりも大きい。直線上の頭骨上部や噴部には個室の景観上突起は見られない。科学は 後方では薄いが前方に向かうにつれ深くなり、葉のない先端部では繊維軟骨結合で融合しており、これがこの属の名称の由来となっている。MBR1920.16 標本では、下顎の全長は 147mm である。下顎においては、第3歯までの葉は非常に長くて鋭く、側方、前方に向かっている。 それより後に位置する小型でまっすぐ立ち、後ろに行くほど小さくなっている8本かそれ以上の歯とは対照的である。上顎の歯には下顎の歯ほどの大きな際は存在しないが、それでも全顎骨の4本の歯は、こちらも後方が小さくなっていく上が骨の7本の歯よりも長い。全種が数は少なくとも44本となる。上下顎前方の長い歯は顎を閉じたときに、 お互いに噛み合うようになっている。その時でも歯は、その長さのため上下とも顎の先端を大きく超えて前方に飛び出していた。ケビン・パディアンによれば、8個の頸椎、14個の胸同士、3から4個の潜椎、27から28個のお椎を持つ。例外的な4番目の潜椎を持つ場合はそれは、本来第 1bc だったものである。尾を固めている。 長く伸びた繊維様の身長部のため、椎骨の境界が不明瞭になっているので、オシーの総数ははっきりわかっていない。頸椎は比較的長く強力な作りになっており、上側の表面はお,およそ四角形の断面を持っていた。頸椎に接続する毛ラは二等性で細い。胸同士はそれに比べて丸くトゲトッキは平らであり、はじめの3から4個につながる肋骨は、 胸肋骨に接続しており、それより、以降のあばら骨は腹あばらとつながる。おシーの始めの五から六個は短く、柔軟な尾の基部を形成している。後部に行くに従って、おシーは伸長し、骨化した盲状組織でおシーを囲んでいる椎骨五個分にもなる、身長部が保持し合うことにより、可動性がなくなり、微部に家事としての役割を持たせている。D の復元。 尾の形状は、創造胸骨は三角形で、比較的小さいが、パディアンはその背部まで、軟骨組織の延長部があったかもしれないと、考えている。胸骨は、右甲骨に接続し、右甲骨は、老齢個体では、長い肩甲骨と融合して、倉型の肩関節を形成する。上腕骨は三角形の三角筋量を持ち、眼気骨となっている。下腕部は、 上腕部より60%長い。手首にある5個の手根骨からは、短いが頑丈な翼子骨が、頸部に向かい、生きている時には前、翼膜を支持していた。最初の3本の中手骨は、3本の小さな指につながり、指には、短いが強力で湾曲した、針詰めが備わっていた。4番目の中手骨は、翼指につながっており、翼指の指縁骨は、第2、 または、第三施節骨が最長で、第一、または、第四四節骨が最短である。翼指は、翼膜を支持していた。骨盤の腸骨、座骨、恥骨は融合している。腸骨は、椎骨六個分まで伸長している。生体標本では、頸骨と皮骨の A 側に、3が融合しているスネブは、大腿骨4日、3ほど短く、 大体骨頭は軸に対して45度の角度を持っている。筋移側根骨は決して虚骨小骨融合を起こさず、虚骨は頸骨と融合する。中足骨では、第3、中足骨が最長で、第5、中足骨がつながる。第5子は、中節骨が45度曲がって丸くて広い末端につながっており、これで、もも間膜を支持していたのかもしれない。 何組織が保存されている標本も存在するが、それらは、稀な例であり、ほとんど何の情報ももたらされていない。ビタンにランフォリンクスのような微翼があったかどうかも、不明である。しかしフェルディナント・ブロイリは、標本番号、BSP1938i49 に、対毛の存在が認められると報告しており、現在では、すべての抑留において推測されているように、ドリグナトスも、 体毛度高い体舎を持っていたことを示唆している。ウィーン標本ドリグナトゥスの最初の化石は、トワルスカイと推定されている、ポシドニア血眼から出たバラバラな骨や顎で、バイエルン州のバンツ近郊で発見され、カールテオドリによって1830年に、オーナサセファラスバンテンシスとして記載された。模式標本は、下顎で、標本番号は、PSB757 である。 この化石は1831年にヘルマン・フォンマイアによって研究され、1852年のまたもや手踊りの論文でランフォリンクスに分類された。この頃、英国で発見され後にディモルホドンと名付けられる抑竜と強い近似性が認められた。いくつかの化石がミュンヘンの古生物学者でアンドレアス・バグナーという名の教授に送られた。彼こそが リチャード・オーウェンがディモルフォドンを命名後、1856年と1858年のアルベルト・オッペルによる新発見を研究して、ドイツさんも指標本には明確な才があり親族の設立が妥当だと評価を下し、1860年にギリシア語のデルタロー・ウプシロン、ヤリ・ガンマニュー・シータ、アゴからドリグナサズと正式に命名した人物である。 これまでにより多くの完全な化石がドイツの他の地域、特にホルツマーデン・オウムデンツェルを含むビュルテンベルクで発見されている。SMNS81840 と番号が振られた標本はフランスのナンシーから1978年に発見された。ドリグナトゥスの化石は地元の農民が働くスレート採石場から廃棄された使用に耐えない石の ボタ山からよく見つかっている。ほとんどの化石は2回の大きな発見ブームの際に見つかったもので、最初のブームは1920年代、次は1980年代だった。それ以降の発見率は非常に低下しているが、それはスレートの需要が大きく減少して、多くの小規模な石切り場が閉鎖されたためである。現在では50を超える標本が発見されているが、 バーデンビュルテンベルク州から見つかった古生物学標本は法律上この州に所有権があるためそれらの標本の多くはシュトットガルト州立自然史博物館の所蔵物として保管されている後に見つかった化石の保存状態の良好さからドリグナトゥスは大いに研究者の興味を引きこの種に対してフェリックス・プリエニングル・グスターベ・フォン・アーハバー 最近では、ケビン・パディアンによる重要な研究がなされた。1971年、ルパートビルとは、ミステルガウの鉄道駅近くのレンガ採掘口から、採取された標本をもとに発見地に由来する、主相名を持つ、第二の種ドリグナサズ・ミステルガーアンシスを命名し、記載した。その標本は、教師の H ・ハーピッチが発見し、バイロイト在住のアマチュア古生物学者、 ギュンターイーカンに寄贈してその個人コレクションの一部となっていたもので、現在もバイロイトにある。結果としてその標本には正式な標本番号は付けられていない。その化石は片方の肩甲骨と翼、片足の一部、一本の肋骨、一個のオシーからなる。ビルトは標本の大きさについて触れ、通常のドリグナトゥス標本より50%も大きい翼会長。 短い後足に対して長い翼などから新種とするのが妥当だとしている。パディアンは2008年に知られている中では最大の D バンテンシス標本である MBR1977.21 はむしろそれよりも大きい169センチメートルの翼階長を持つこと、翼と後足の比率は D バンテンシスにおいては大きな変異があること、地質時代順は ほぼ同じであること、等の点を指摘した。パディアンは、D. ミステルガーアンシスは、D. バンテンシスの主観高校異名であると、結論づけている。標本番号グピット1645、一初期の研究者が、ドリグナトゥスとディモルフォドンの間に関係性を見出して、いたのはその歯の外見的な類似にその多く追っている。フランツ・ノプシャは1928年に、この種を、 ランフォリンクス赤に分類し、1978年のペーター・ベルンホーファーもそれに習った。現代の厳密な分岐分析では、ドリグナトゥスの類縁関係について、意見の一致を見ていない。2003年のデビッド・アンウィンの論文では、ドリグナトゥスは、クレード・ラム・フェリング・カイニーに属しているが、アレクサンダー・キルナーの分析では、ディモルホドンやペテーノサウルスの下のもっと規定的な、 位置にいるという結果が出た。パディアンは2008年に主観比較法を用いて、ドリグナトゥスは、系統樹において、スカホグナトゥスとランフォリンクスに近縁ではあるが、これらの種は一連の連続した分岐を形成するため、他から分かれた一つのクレードに彼らをまとめるべきではない、という結論に至った。この結果は2010年に、 ドリグナトゥスは単系統であるラムフェリングカイニーの一部であることを示したブライアン・アンドレスの分岐学的研究結果によって再び異議を唱えられた。以下の分岐図中のドリグナトゥスの位置はアンドレスによる。地上姿勢でのドリグナトゥス復元図ドリグナトゥスは魚食性の生活をし魚や滑りやすい表面の海洋生物をその長い歯で捉えていたと考えられている。これはその化石が 当時の多島海だったヨーロッパで堆積した海清掃から発見されることからも指示される。この浴竜はそこでカンピログナトイデスと共存していたが、カンピログナトイデスの方がずっと少数である。ドリグナトゥスの幼少個体は発見されておらず、見つかった中で最小の個体は翼海長60センチメートルで、おそらく彼らは遥か沖合まで危険を犯して飛んでいくことはできなかったのだろう。 パディアンは、ドリグナトゥスは、その成長段階の初期において、どんな同サイズの原生爬虫類よりも早い比較的、急速な成長を遂げて、性的成熟に達した後、成長速度は鈍化しながらも成長し続けて、翼海長1.7メートルにまで大型化する、個体もいた、と結論付けた。地上においては、ドリグナトゥスは、その爪が当伴のような移動法に対して、 特別な適応を見せていないため、おそらく投反能力があまり高くなかっただろう。パディアンの説では、ドリグナトゥスは長い中手骨のおかげで、他のほとんどの規定的翼竜よりも、四足歩行に適した体制になってはいるが、長い尾を持つこと、小型翼竜であることから上手に二足歩行ができたとしている。しかし現在では、ほとんどの研究者が、すべての翼竜が、 指則歩行であったと考えている。ありがとうございます。